小池フルキャスト、前回具合の良かったフルキャスト持ってきてみましたよ。ちょっとねフルキャスト練習したくて、小池この前ね勉強したので結構トップでも出るから、最初クイックチェンジャーなしでちょっと薄挿しで、これでトップウォーター使いでやってみたいと思います。あれあれで、トップで食わないなーって納得したら、そこでクイックチェンジャー、沈めりゃ食うでしょう作戦に切り替えます。あれ食わん、
っしゃ、フルキャスト沈めたら食った、よいしょ、ああ意識意識、ああ森県リグにしたら食いましたよ、よいしょよいしょ、よいしょ、イエーイ、はーい、森県リグフルキャストにしたら来ましたよ。いやー結構引いてくれた、お腹ぶっといね、回復してますね、イエーイ、小池フィッシュやったね。はい、でタックルはこんな感じ、小池フルキャスト 5g の森県リグにハイギアのジニアスプロジェクト、ゴライアス、ロデオクラフト、ホワイトウルフの17ポンドクラス、いやトップ使いでダメでクイックチェンジャーつけて、でダウンに流してダメでアップに入れるとこう自然に流されてくるよって感じだとようやく食うようになってきてくれたんで、このヒントをもとにね、ちょっと上に入れて流れ早いけどなじませながら流してくるパターンでやってみたいと思います。よいしょ、ああちょっとアップで入れてるから糸のたるみとか糸っ走りをよく見とかないと、なんかこれだとでかいんでちょっと違うタックル。